プリオノスクスは、約2億7千万年前に生息していた原始的、両生類である。絶滅した、名馬アコー,バー甲中のブンシーメアルケゴサウルスカに、分類される。現在知られる限りで、史上最大の両生類である。化石は、ブラジル北東部のパルナイーバ盆地から断片的な、ものが発見されている。学名は古代ギリシア語、パイロイオタオメガニュー、ノコギリと、 シグマウプシロンカイ、ワニとの合成語で、ノコギリワニといった種子の命名。ただし、冒頭に記した通りこの動物は、ワニの仲間でも爬虫類でもなく、両生類である。細長い噴部は確かにワニを連想させるが、これは修練進化による相似であり、発生順から言えば、プリオノスクスと同様のニッチを得た広大の、水生爬虫類がプリオノスクスに、 類似の進化をしたのである。プリオノスクスプルムメリの生体再現創造図人間と、正規順標本と基地の最大の標本の大きさの、比較図正基準標本とされる断片的な頭骨は、カ0シラチ5 0トルと推定されているが、より断片的な標本には、この3倍ほどの大きさのものがあり、カ6シラン1 6 0トル 全長はおそらく9メートルに達するであろうと見積もられている。形態は、原生ワニ類のガビアルとの間で非常に高い、相似性が見られる。多数の小さな歯が並ぶ細長い顎と、粉炭にある、コブ状の盛り上がり、細長い体と、陸を歩き回るのには、不向きな、小さく細い貧弱な志士、そして、遊泳に適した縦に扁平したを備えていて、どれを取っても、 ガビアル様である。生態的にも、ガビアルと同様、ほとんどを陸に上がることなく水中で過ごす、水際の待ち伏せ型捕食者であったと思われる。プリオノスクス族は、プラマーの一種だけで構成される単型と考えるのが一般的であるが、ロシアから出土する、プラティオポサウルス族の同族とする説もある。本種は、基地のものでは、史上最大の両生類として、 注目に値する。史上2番目に大きいクーラスクスが全長5メートル、3番目のキクロトサウルスが全長4メートルであるから、それらと比べてもプリオノスクスは抜きんでて巨大である。データに間違いがなければ、2位と3位の合計が1位に等しく、他を寄せ付けないとはまさにこのことであろう。ありがとうございます。